皆様こんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画では第2週電気工事士筆記試験、2022年度下期午後の部の解説を行っていきます。この動画は3部構成になっておりまして、まず1から9の計算問題、10から30の一般問題で、31から50の配線図問題の3部構成です。この動画では1から9の計算問題について解説をしていきます。では問い1問目から見ていきましょう。図のような直流回路で AB 間の電圧はと問われています。まずこの問題は回路全体の、電流を最初に求めていきましょう。電流求める際はまずここ 100V、100V とありますので、回路全体の電圧は 100+100 の 200V ですね。で、回路全体の抵抗はここの 40Ω+60Ω で 100Ω ですので、オームの法則にのっとって 200V÷100Ω で回路全体の電流は 2A と出すことができます。で、次に、A と B の電圧ですね。電圧を見ていきましょう。まずここの A の部分に関しては、ここの電圧は 0V となります。で、 B はと言いますと、ここ 40Ω を通ってこのように B にたどり着きますので、 B のところの電圧求めようとすると、さっき出した 2A かける抵抗の 40Ω で、ここには 80V の電圧がかかっていることがわかります。で、元のこの B に流れてくるのは、ここの 100V の電圧からこうやって B に通ってきますので、元の 100V 引く 40Ω の抵抗で 80V 消費しますので、 20V がここの B のところにかかってくるとなります。で、A が 0V に対して B が20で、この差は 20V になりますので、この AB 間の電圧は選択肢 E の20が正解となります。2問目、抵抗 R に電圧ボルトを加えると電流 I が流れ P の電力が消費される場合、抵抗 R を示す式として誤っているものはですね、これはこの RVI、 まあオームの法則と電力の公式を組み合わせてこう成り立つ式について問われています。まず、オームの法則で見た際に、この抵抗 R を求める式は I 分の V となりますので、まあ E に関しては合ってますので、この場合は×ですね。では他の式となるんですけれども、まず電力を求めようとすると、電力は V×I、 電圧×電流で電力が求まりますので、まあこれをちょっと式書き換えていくと、 V イコール I 分の PI イコール V 分の P という式が成り立ちます。で、選択肢見ていきますと、まず、ロに関しては、オームの法則にのっとって、R は V÷I で求めることができます。で、この V を、さっき出したこの、こちらの式に置き換えて計算していきますと、I 分の P、で、割るなので、これ逆数ですね。かける I 分の1という式が出来上がって、それを整理すると、I 事乗分の P という、式が成り立ちます。ですので、この問題、ロも×ですね。で、次、ハは、さっきと同様、R イコール V 割る I。で、次はこの I を、この式に置き換えたときに、V かける、これも、逆数になりますので、ひっくり返って、P 分の V。で、それを整理すると P 分の V 事乗という式が成り立ちますので、この場合ハも誤っているものではないですね。で、残った2に関しては、これらの式組み合わせてこのような形にはなりませんので、この問題2が誤っているものとなります。3問目、抵抗器に 100V の電圧を引火した時、 4A の電流が流れた。1時間20分の間に抵抗器で発生する熱量はと問われています。まず、この問題は熱量問われていますので、最初にこの問題文にある1時間20分というのを秒数に直しておきたいと思います。で、1時間20分分にまとめますと80分になりますので、80分 ×60 秒
で4800秒と秒数に換算します。で次に、熱量を求めるためには電力を求める必要がありますので、さっきの問題にも出てきましたね、電力を求めるときは電圧×電流で電力が求まりますので、この問題では400ワットですね、400ワットで、熱量を求めるときには使用した秒数を掛け合わせますので、さっきの4800秒掛け合わせて答えがこのようになります。で、まあ、熱量の問題でよくあるんですけれども、単位ここキロがついてますので、このさっき出てきたこの数字は単位ジュールの数値ですので、キロに合わせまして、正解はロの1920キロジュールとなります。4問目、図のような交流回路の力率を示す式はですね。で、交流回路の力率の求め方は、ここに書いてます。抵抗割るインピーダンスかけるパーセント、百分率で求めることができます。で、これをそれぞれ当てはめていきますと、抵抗 R 割るインピーダンスは、この R と X 使いまして、ルート R 事情足す X 事情。で、パーセント100ですね。ってなった時に、まずこの R と100が分子に来ますね。で、このルートの R 事乗足す X 事乗、これが分母に来ますので、そうなりますと、このロが正解となります。5問目、図のような三相三線式回路に流れる電流について問われています。まずこの三相三線式回路は、スター結線と呼ばれる回路ですね。なんかよくデルタ結線の出題は見るんですけど、スター結線なんか久しぶりに見たなと個人的に思っております。で、スター結線の時の、まあ、3つのポイントですね。まず、線電流イコール送電流ですので、まあ、ここで流れる電流とここで流れる送電流はイコールになります。で、次、線間電圧ここですね、 200V と書いてるところです。ここは、ここの送電流にルート3をかけた数字とイコールになります。なので、これを置き換えると、送電圧は、線間電圧割るルート3で求めることができるとなりますね。で、ではまず、送電圧求めて、で、ここ10オームと抵抗の数値出てますんで、それを使って、電流求めていきたいと思います。まず、線間電圧 200V、で、割るルート3。で、ルート3は問題の注釈にありますように 1.73 と置き換えますので、200割る 1.73 は、まあ、115.66 と割り切れない数字なので、だいたい116としておきます。で、これでここの送電圧が 116V と出ましたので、あとはオームの法則に従って 116V 割る10オームで、線電流が 11.6A となります。ですので、この問題の正解は、ロの 11.6 が正解となります。6問目、図のように、8メートルの電線の配線により、消費電力 2000W の抵抗負荷に電力を供給した結果、負荷の両端の電圧は 100V であった。この配線における電圧効果は、ただし、電線の電気抵抗は長さ1000メートルあたりに対して5オームとするですね。で、まず、電圧効果求める際には、この電線1本あたりの電気抵抗を求める必要があります。で、今回書いてるのは1000メートルに対して5オームとありますので、これを8メートルの時の電気抵抗を出してあげる必要があります。で、それ出すには、まず、5オームを、1メートルあたりの、抵抗を出してあげましょう。5オーム割る1000メートルで、1メートルあたり 0.005 オームですね。で、それに8メートルかけまして、この問題の電線1本あたりの電気抵抗は 0.04 オームとなります。で、次に、電圧効果を求めるときは、電流が必要ですので、ここの、2000W と 100V を使って、 2000W 割る 100V でこの配線の電流は 20A と求めることができます。で、あとは電圧効果を求めますので、公式使いまして 2×20A×0.04 オームで
この配線全体の電圧効果は 1.6V となります。ですのでこの問題の正解は歯が正解です。7問目、図のような単相三線式回路で電線一線あたりの抵抗が 0.1 オーム、抵抗負荷に流れる電力がともに 20A の時、この電線路の電力損失について問われています。で、まずこの単相三線式回路の電気の流れ方を見ておきますと、ここ上の部分がこのような方向で流れていきます。それに対して下側はこのように電気が流れていきますので、ここの真ん中の中性線には左向きの電気と右向きの電気が流れますので、ここは平行負荷となりますので、実際ここにはもう打ち消しあって電気が流れないものと考えてもらって大丈夫です。ですので実際はこのここの部分で電力損失考えていけば大丈夫です。そうなった時にまずこの2っていうのはこことここの部分ですね、でかける、電流の事情かける電線1本あたりの抵抗、これで電力損失求まりますので計算しまして 80W となります。ですのでこの問題の正解は歯の80が正解です。8問目、金属管による低圧屋内配線工事で管内に直径2ミリの 600V ビニール絶縁電線を5本収めて施設した場合、電線1本あたりの許容電流は、ただし周囲温度は30度以下、電流減少ケースは 0.56 とするですね。ではまず、電線の太さによって、電線の許容電流というのが変わります。で今回は直径2ミリですので、これですね、電線の許容電流は 35A となります。でこれにこの問題で書いている電流減少係数を掛け合わせまして 19.6 と出ます。で選択肢見ると 19.6 ないんですけれども、この場合は注釈にもありますように一番値が近いものを選ぶと書いてますんで、一番近いロの19が正解となります。最後9問目、図のように低角電流 50A の過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して7メートルの位置に過電流遮断器を施設するとき、 AB 間の電流の許容電流の最小値はですね、まずポイントとなるのがここの長さですね。でここの長さによってこの AB 間の許容電流の最小値をこの幹線の過電流遮断器の低角電流の何パーセント以下に設定しないといけないかという基準が決まります。でそれがまず3メートル以下の時は特に制限ありません。で8メートル以下の時はこの50アンペアの 35% 以下で、8メートルを超える場合は 55% 以下に収まるように設定してあげないといけません。で今回は7メートルですので、この8メートル以下 35% 以下に該当しますね。ですので、50アンペアかける35% 以下ですので 0.35 かけてあげて 17.5、 これが、許容電流の最小値となります。ですのでこの問題はロが正解です。では、以上で解説を終了します。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。